はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、脇髪のほぐし方。これについてご紹介します。手ぐしで溶かすのか、コームで溶かすのかで、全然見た目のイメージだったりとか、雰囲気が変わるんですね。なので、今日は、コームで溶かすのと手ぐしで溶かす、これの違いをしっかりとご紹介していきますので、ご自身がね、どっちのイメージにしたいかで使い分けてもらえたら面白いかなと思います。今の巻き方、その状態でやってもらえれば大丈夫ですので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。左右でこちら側はコームで溶かす、こちら側は手ぐしで溶かす、これの違いをやっていきます。じゃあこちら側はコームで溶かしていきます。なるべくね、この目の粗いコームで溶かすといいと思います。コームで溶かすとこんな感じでね、なんかね、弾力があるプルンとしたカールになります。で、結構ね、面が綺麗に出るのでツヤがすごく出やすいっていうのがポイントです。で、雰囲気的にも少しね、大人っぽい女性のね、雰囲気になるかなと思いますので、ツヤが欲しい方、ちょっとね、大人っぽいカールを目指したい方はコームで溶かすようにしてください。こちら側は手ぐしで溶かしていきます。大体の方ってね、多分手ぐしで溶かされてると思うんですけど、手ぐしで溶かすとちょっとね、束感っていうのは出やすくなります。で、束感が出て髪の毛の毛束が細かくなるので、ボリュームが出やすい。なので雰囲気的にね、イメージがどちらかというとちょっと可愛らしいイメージの、髪型、カールが出やすいかなと思います。いつもこう髪の毛のボリュームが出ない方はボリュームが出るし、ちょっと可愛らしいイメージに見せたいなっていう方に関しては手ぐしで溶かしてあげるとベストかなと思います。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。結構違いが出るかなと思います。特にね、大人っぽく見せたい方はコームで溶かす、ちょっとね、可愛らしい雰囲気だったりとかボリュームを出したい方は手ぐしで溶かす、こういう風にね、覚えていただければ、ファッションによってだったりとか雰囲気によってね、髪型作っていけるかなと思いますので、今のね、ご自身のやり方にプラスしてぜひやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。